多分教会の水戸くんですね。教会ルール、トンバのなんちゃ、ドラガパーソー。もう分かったよ、これは。分かんない。いや、なんか、いろいろやらせたい、いろいろやらせたがるなと思って。何この企画に対して文句言ってる。この手に対して。この手に対して、いろいろ。せーの、嘘。まあ、パーソー縦も伸ばしたくなければ、まあ、図の本質も見たいな。さすがにパーソーはちょっと、ねえ、なんかね、もうしょぼいよな。ちょっと、ちょっと教会ルールやってるとは思えない打敗じゃん。先天ですかみたいな。マンガンのコースはやっぱりね、残しておきたいですよね、教会ルールは特に。まあ、図の本質もね、まあ、わずかにあるし。まあ、単純に、まあ、仕事がさすがにないからね。そうなんだよね。ウソを切ってハッてポンしてウソを切るトンポンして、その場合はさすがにピンズ。ピンズかな、まあ、すぐ出たらピンズで順目立ってたらマンズじゃない。パーソタイン切って、そうそう、うん、ピンズあるよな。すぐ出たらピンズ切りたいよね。すぐ出たらピンズ切っちゃうね。パーソーはしょぼいし、トンハツ落としは変だし、まあまあ、両目落とすなら、数層嘘を残しておく意味があんまないかなっていう感じで。教会もね、そうなっちゃう。明かりでも変わるんですか。あと、エブリーグルールでハイパイこれ来て、それは悩むな。僕は一緒っぽいけどな。まあ、そうなるとちょっと満足落としが出てくるな、普通に。明るもんな。明かう嘘引きっていうのがあるから。ただ、エムルールでもパーソーは切らないな。あの先天じゃん、パーソー切ったら。いやだってかわしが偉いってこと、他人を倒す。いやパーソーは切んないな、 M でも結局。ただ本一に行くルートが減りそうな気がするね。だな、相当。だからじゃあ、やっぱ G1 パワーワンか、サマリアンワンで。サマリアンワンと G1 パワーワンはちょっとだけヤンワンサマン残してた方が差し子があるのもいいのかな、っていう感じなんで、 M だと G1 切れそうかな。まあ、スーソウソウでもいいけど、本一にするか。そこまでやるかな。そうだよね。 M だとドラ短期でもドラ出る率も上がるし、ちょっと本一まではいいかな。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。